つしか二人は傷ついて別れを余儀なくされる。不意に浮かんだ Youthful Life 君んとこはどう。足でまといになっていても僕はずっと後ろについた愛しい存在だったろうけど今の気分はどう。リアルなライフが充実していないんだ。もう何か変わったことはないかなって考えてみる。毎日平凡すぎて退屈してしまう。そんな時間に限って泣きたいくらいに苦しくなる。明日もそんな時間がやってくる気がして、もう繰り返すのは嫌だって叫んでる。
がとうございます。